冒涜します。エルムイがクンネカムンに進軍を開始、クンネカムンとの国境を越えたとのことです。始まったか。え、いや、なんでもない。クーヤ、愚かな。さっきの戦いからすでに十数年もの時が過ぎたとはいえ、再び我らに牙を剥く者が出ようと。この戦、先陣は自分目にご命じください。いえ、ぜひとも私めに。必ずや正常の期待にお応えしましょう。いや、この戦、よ、自らが出る。世に牙を剥けばどうなるか。今一度世に示さねばならぬ。飛燕は右方、カウエンクアは左方に回るがよい。あやつらは傀儡に過ぎぬ。背後のやつらをいぶり出すのだ。は、源氏丸、出るぞ。よい。どうかお気をつけて。うん、行ってくる。ここにも誰もいない。ここまで来て人一人いないとは、一体どういう。ん？あれ？
人が死んだ世の正常、御心をしっかりお持ちください。つまらぬ情けは怨恨を生む。全軍に伝えよ、進軍する。よい。いよいよ、いよいよ今夜。まさかそのようなことを。主様はあの通りのお方。ただ待っているだけでは寵愛をいただくことなど叶いませんわ。しかしそれがしの方からというのは。愛というものは強引にでもつかみ取るもの。それに殿方はそういった積極的な女を好むものですわ。特に主様はね。そうか、そうであったのか。愛とは己の手で掴むもの。父上、母上、今宵どうかは女になりまする。どうしました？いや、何やらおかんが。どうかか。どうした？入れ。は。どうした？そんなところに突っ立って入るのではなかったのか？は、は。正常。ん？本日は良い天気でありまするな。ん？まあ確かにいい天気だな。もう夜だが。それにしても暑いですな。そうか、今夜は少し冷え込んでいるようだが。何をしている。しっかりしろ。どうか。お前は誉れ高きエヴェンクルガだぞ。こんなことで負けるな。何をブツブツ独り言を。そうだ、正常は積極的な女が好みである。ん？寵愛とは奪うもの。どうか、どうし。うわ。正常。なんだ。その愛頂戴いたします。うわ。待て、トウカ、何をする。愛の営みにござります。愛のってどういうことだ。我らエヴェンクルガの女は
生涯ただ一人の主に仕え、その愛をいただくことが定め。な、初耳だ。そ、つまりそれは、だだだだ、そ、それと、これと、何の関係が。それがし、教わりました。愛の営みとは、こう密着して、さまざまな寝技をかけるものだと。なんだそれは。ある意味正しいが、全然違う。どう見てもこれはただの関節技。おあ、だだだだ、ま、待て、どうかやめないか。いいこと。多分主様は抵抗してやめるように言ってくるだろうけど、ここで大切なのは、もし抵抗されてもやめてはダメってこと。なぜだ。袖にされるのは身を引き裂かれるような思いだが、正常の言葉とあらば従わねばならぬ。浅はかね。なんだと。こんな言葉を聞いたことないかしら。嫌よ嫌よも好きのうちって。むう、言ってみればそうやって抵抗してみせるのも儀式の一つということ。本当にやめてしまったら、それこそ浅はかと呆れられますわよ。なんと、そんな奥深いものであったか。そうか、そうであったのか。カルラ殿、感謝する。いいのよ、お役に立てて嬉しいですわ。だだだだだ、こら、どうか聞いているのか。そう、これこそが嫌よ嫌よも好きのうち。ちょっと待て、なんだそれは。何を言ってる。正常、それがし、それがし、今度こそ期待に応えてみせまする。ダメだ、何か激しい勘違いをして、何を言っても無駄らしい。こうなったら、なんとかこの体勢から脱出。技ががっちり決まって腕一本動かせん。さすがは武を誇るエベン・クルガ。いや、感心している場合ではない。聖女、そんなに動かれては。ん、顔に柔らかいものが押し当たではなく、動いたら余計に食い込んできて。見てみたら、これでは本当にただ寝技をかけているのと何ら変わらないのでは。これから何をすれば。ん、聖女、どうなされた。聖女、さて、どうするかな。ウルト、いいか。うわ、すまない。白オラ様、どうぞお入りください。い、しかし。はい。ああ、いや、それでは失礼するぞ。ウルト、一つ聞きたいんだが。はい、何でしょうか。その、だ、何をしているんだ。まさか母乳を飲ませているとか。そうなら良いのですけど、私には乳を出すことはできませんから。でもこうしてあげると、この子とっても落ち着くみたいなんです。
ですから時々こうしてあげるんです。そうか。そういえば、ん？何か用事があったのではないのですか？いや、用事というか特に大した用事ではないんで。そうですか。邪魔したな。焦った。その声、もしかして昨夜か？もしかしなくてもそうですよ。どうしたんだ一体、そんな泥まみれになって。クレア様の使いで今日見つからないようにって。そしたら檻の中に落ちて。それは大変だったな。そんなことをしなくても、英氏には昨夜が来たら毎日にここへ通すように言ってやるんだがな。なんか面白いから黙っておこう。久しいな白王郎、嬉しく思うぞ。ああ私もだ。どうかしたか？本当にそう思っているのか？ああ。それにしては随分とそっけないではないか。再会の喜びを一言で返すと。いや、そうは言われてもな。だからといって上辺だけの言葉をベラベラと並べるよりかは良くないか？それはそなたの言う通りだ。だが、ならばせめてもう少しは嬉しそうな顔をするがよい。してないか？ない。それともやはり嬉しくないのか？そんなことはないが。ではこうか。わざとらしいな。嬉しそうというより引きつっているようにしか見えん。うん、それでは。それは世をバカにしているのか侮辱しているのかどちらだ。クーヤ様、いきなりそんなことを言われても。それにクーヤ様の方からは暗くてよく見えなかったみたいですけど、白王様は嬉しそうに微笑んでおりましたよ。そうなのか？はい、そうか。ならばよい。この子には感謝だね。どうした、そんなところに立っていないで早く座るがよい。ああん？いえ、何でも。それではクーヤ様、昨夜はあちらで控えておりますので、ご用があればお呼びください。ご苦労であったな。いい子だね。世の友であるからな。たった一人の心の許せる友である。おかしいか、配下の者を友などと。いや、誰であろうと友は友だ。それでいいのではないか？そうか、そなたならそう言ってくれると思ったぞ。ああ、そうだ、言い忘れていた。戦火のことは聞いている。今度はこちらから祝わせてくれ。言ったであろう、
我がクンネカムンに敗北はないと。そうだな。そなたになら特別に聞かせてやろう。余が先鋒をかける様を。何か無理していないか。辛そうな感じがする。クウェ。なんだ、話の腰を折るでない。ここからが良いところだというのに。そのくらいにしておいた方がいい。辛い出来事は話せば楽になることもあるが、クウェのそれは心の中で反芻するだけで、余計に辛くなるだけだぞ。何を言うか、要は やはりそなたにはわかるのだな。そなた以前戦はしたくないと言ったな。ああ。許せ。ん？その時、世は王路たる者がなぜそのような弱気なと思った。それどころか臆病者とさえ。だが違ったのだな。これまで世は戦というものを経験したことがない。あれが世の初陣であったのだ。だからそれまで戦の本当の恐ろしさを知らなかったのだ。今ならそなたの気持ちがよくわかる。人を切ったあの嫌な感触は血がこびりついて離れない。民の命を背負い、敵の命を奪い、そして命を駒のように操る。それがどんなに辛いことか。戦いで上に立つ者の重みがどんなものか。不思議な男だな、そなたは。世をこんな無防備にするとは。こんな気持ちは初めてだ。なあ、ハクオロ。ん？世は。世は。世は。咲夜、脅かすでない。すまぬが大事な話の途中である。要件なら後にするがよい。だから大切な話の最中だと。そうですか。ではぜひ聞かせていただきたいものですな。源氏丸。どうなされた。さ、続きを。それは、いや、話はもう。話が終わりでしたらちょうどよろしい。では一つ、それがしが王路たる者の気構えというものをたっぷりお聞かせしんぜよ。さて、では私はこれで。あ、ずるいですよ。どこへ行かれるのですかな。ん？三者、そこに座られい。もうこんな時間か。まだ話すことは山のようにありますが、仕方ありますまい。足がしびれて。二人ともだらしがないぞ。あれ式の星座で音を上げるとは。クーヤは平気なのか。当たり前であろ。あれ式のことで音を上げる世ではない。だってクーヤ様はよくこうして。咲夜、話すでない。そなたも何がおかしいのだ。いや、クーヤもやはり女の子なのだなと思ってね。なんだそれは。ようバカにしておるのか。バカになどしていない。ただ愛おしく感じているだけだ。えい、源氏丸、余は先に行っておるぞ。それでは白愚様、失礼しますです。ああ。なんだろうな、この重たい気分は。さっきまではあんなに楽しかったというのに。
で、人をこんな穴蔵の中に引っ張り込んで、何をどう弁解してくれるんだい？あれは違うのです。もともと私どもに訓練官を攻撃しようとする意思はなかった。全ては脅されていたために仕方がなく。へえ、脅されたのなら何をやってもいいっていうのかい？だから他は犠牲になっても当然だ。そんなことはあなた方の言い分はわかる。だがそこをなんとか許してやってもらえまいか。これ以上の争いはミチャルに見てはもう好まない。何が争いを望まないだって？憎しみ、戦い、殺し合うことを教えた神がどうして争いを望まないって言うんだい？それに残念だったね。僕たちにとってウィザルネミテアなんてのは麦村神でしかないんだよ。ましてやそれを崇拝するような輩の話を聞けると思っているのか？我らが御神が麦村神か。あれが僕たちに何をしてくれた？そしてお前たちは何をした？僕たちに牙を向けばどうなるか、身をもって味わってもらわないとね。待ってくだされ。あのリネウル花王にぜひお話を。正常がこんな下船の席に来られるとでも思っているのかい？この件に関してはね、全て僕に任せられているんだ。僕の言葉は正常の言葉なんだよ。わかるかい？そんな、ああそうだ、いいこと教えてあげるよ。今頃はね、でもせっかくだ、あんたは生かしておいてやるよ。生き続ければいいさ、追い果てるまで。なんということ。あの、よろしいのですか？正常はこれ以上の戦いは望んでいないはずでは。僕は全てを任されたんだ。何を言おうと僕の勝手だよ。ですが。お前、うるさいよ。え？あれ？血がついちゃったじゃないか。